本校では2006年8月14日に日本の首都圏で発生した停電について説明する。この停電では東京特部東部とその周辺139万世帯の住宅や鉄道などに電力が供給されなくなった。三国や建設所有のクレーン船のクレーンブームが旧江戸川上空を横断する送電線に接触したため生じた地絡放電アークにより一部の電線が 溶有損傷し、一部の電線が完全溶断した事故による。2006年8月14日、日本標準時午前7時38分頃、旧江戸川の千葉県浦安市と東京都江戸川区との境界付近を航行中のクレーン船がブームを、高等1 7 8 79号鉄道間の送電架空線に接触させ、これを切断し、東京特部にある活難、セタガヤ、 エデンの3カ所の変電所が停電。系統切り替えにより、午前7時46分に枝変電所が復旧したが、午前7時58分には、系統から孤立していた品川火力発電所が、自動停止、高等、城南変電所が停電した。これにより、東京都区部などで97.4万件、神奈川県横浜市北部、川崎市西部で22万件、 千葉県浦安市、市川市の一部で19.7万件、合計約139.1万件で停電が発生した。件数としては1987年7月に発生した首都圏外停電の際の280万件に次ぎ、日本で2番目に多く、電力量では過去4番目となったが、大手会社の多くがき休みとなっている時期のため、 平日でありながら電力需要が通常より低下していたこともあり、およそ1時間17分後の9時55分に高圧受電2件を除いた全てが復旧、残る2件も3時間6分後の午前10時44分に全面復旧した。その後、高等線の復旧作業を行い、17日午前0時54分に1.2号線で送電を再開した。停電による 信号機の停止をはじめ、鉄道に影響が出たほか、ビルのエレベーターに人が閉じ込められる事故が相次いだ。電力の暫定復旧後も電力供給が十分でなかったことから、交通機関では冷房の出力を弱めて運行が行われた。携帯電話に服装が発生し、IP 電話が一時不通になった。日本国政府は、総理大臣官邸危機管理センターに、 情報連絡室を設置した。千葉県警察は、器物損壊罪や電気事業法違反容疑を視野に入れて捜査を行ったが、故意犯ではない事故として、同年9月に立件を見送っている。同年9月22日、横浜地方海南審判理事所は、横浜地方海南審判庁に、海南審判開始を申し立て、2007年3月1日、 作業責任者のクレーン船の船長に2ヶ月の業務、停止命令、クレーン船を牽引していた、牽引船の船長には1ヶ月半の業務、停止命令、クレーン運転士には勧告、参国や建設には指導是正の勧告が下った。クレーン船が接触した現場国土画像情報国土交通省による停電の理由は、参国や建設が所有するクレーン船が ブームを起こしたまま河川を航行し、旧江戸川上の機関的な送電線を切断したこと。現場の位置は東京ディズニーリゾートのそばである。千葉県警察浦安所などの調べによると、三国や建設が所有するクレーン線に搭載したジブクレーンの全長33メートルのブームを、春節現場に到着後すぐに作業にかかれるよう、栄光中に起こしていたため、 旧江戸川水面上高さ16メートルを横断する275000ボルトの送電線に接触、アーク放電により要損、要断せしめた。要損、要断した送電線は、千葉県船橋市にある新京洋変電所と東京都江東区の江東変電所、さらに横浜市青葉区の江田変電所を結ぶ、江東線と呼ばれる275000ボルトの特別高圧送電線で、 当事故により、本線と予備線の2回路が共に損傷されてしまったため、午前7時38分から、東京都14区1市の約97万4000世帯、神奈川県横浜市、川崎市の約22万世帯、千葉県浦安市、市川市の約19万7000世帯、計約139万世帯が停電した。午前8時30分に、日本国政府は、 総理大臣官邸危機管理センターに情報連絡室を設置した。内閣官房長官、安倍晋三が関係省庁に原因究明を指示、経済産業省原子力安全保安院が電気事業法に基づき、東京電力に発生原因を呼び、影響範囲を調査報告するよう指示を出した。東京都23区で440カ所。 千葉県で118カ所の信号が停止。警視庁、千葉県警察の警官が交差点で交通整理に当たった。交通機関停止の影響で職場に遅刻する従業員が多く発生した上、多くの駅、オフィスビルも停電し、業務不能となる企業、事務所が多数発生した。ただし、この日はいわゆるお盆休みに入っている事業所も多かったため、 通常の平日に停電が発生した場合に比べれば少ない被害であった。携帯電話各社が設置した屋内基地局約300カ所が普通となり、携帯電話が服装を起こした。日本放送キサラズ送信所が停電により稼働できなくなり、予備の足立送信所からの送信に切り替えて放送を続けた。コンビニエンスストアのセブンイレブン約200店舗。 ローソン約30店舗に影響。スーパーマーケットの西遊三軒茶屋店で約1時間営業休止。東京都江戸川区の王子製紙江戸川工場は機械の停止により復旧に約10時間を要した。千葉県市川市の日清成功市川製造所もしばらく停止した。東京証券取引所は通常通りの取引を行ったが、 日経平均株価の計算ができなくなった。1と2件の現金自動預け払い規約仙台が一時停止。特にセブンイレブンに ATM があるセブン銀行では復旧に2時間半を要した。停電によりエレベーターが停止、人が内部に閉じ込められるケースが70件以上発生した。東京ディズニーリゾートでは開園を約50分遅らせ、アトラクションを一時中止した。 千葉県内で一時断水したほか、東京都内では一部水道水が濁る事態も発生した。大停電を引き起こした三国や建設株式会社は、孫受けであり、元受けの大場や仕組みは、二日後に予定されていた、奈良市の市から発注を受けていた、他の工事について辞退した。設備の充実と運用の改善の両面から、再発防止策が講じられた。設備面では、 上昇設備の速応性を向上し増強するために、静止型無効電力保障装置及び同期超小器の設置や電力用コンデンサの増強が行われた。運用面では、変圧器高圧側の電圧で発電機レ時ジ系を制御する PSVR5 が設置されるとともに、高需要時に発電機端子電圧を103%として運転する運用5%を限度として、 機関系統の電圧を高める運用等が採用された。また、需要特性の予測手法の改善等も図られた。ありがとうございます。